さあ池田は一気に走る、後ろに送ってハミルトン3が飛んでくる。1つ目から来ましたね。はい、長い距離でしたが中切り込んでもう一度ボール残す、もう多分中入っていく、外振ってラベナのコーナー3、リバウンドは入った。今日ももう多分ゴール下のバーレルに預けてペイントエリア外、ダブルチームに来られた、押し切っていく。エンドジャッジバーレル、寺島に預けます。2試合続けて3を決めている寺島、中のアウダに預けるフェイクを入れながら、いやー、アウダ選手ここは素晴らしい技術でしたね。はい、さあ一気に運んで野本ぴったりと寺島、もう一度野本からモータムに預けてスリーポイントシュート、連続できましたね。スリーポイント連続です。2つ目のタイムアウトを取りました。いやー、ここで2本連続。さあ一気に走ってパスつなげてモータム、いや、もう一度奪った。アウダ青田選手、さあただ速攻止めようとする田原、走って寺島エンドワン。いやー、寺島選手よくあそこコントロールしましたね。コロコロ変えていく、シガそこをどう剥がしていく、池田からモンゴメリー、この第2クォーター大活躍。寺島3を狙った、3試合連続、ね、寺島選手なかなか志賀3が来ない。その状況の中で池田走ってハミルトン、すぐさま狙い撃つ、3本目、ね、これがハミルトン。外に振る、常田、さあ落ち着かせて池田、前にはモータム、突っ切っていく。いや、池田選手鋭いですね。はい、ハミルトンは早くも手元集計16得点。さあラベラがここは正面空いていた、いいですね。ラベラ選手変わって寺島が入っています。守りです。さあ笠村中、いや外だ、ラベラうまく剥がした、スリーポイントシュート4本目、来ましたね。ラベラ選手もさあ残り4秒だ、田原のスリー、リバウンドバーレル掴んで、エドワー JP ジャスバーレル外に振る、おっと2人かぶったが、しっかり繋いで笠村、バーレルピックをセット、スリーポイントシュート、キャプテンの一本。さあクリーナーに当てて切り返しながらダンクだ、ライアンクリーナー。メタがしっかり守っている、押し込んで押し込んでフェイドウェイ、リングを巻いてリバウンド、バーレルダンク。バーレル選手このセカンドチャンスポイント、はい、柏倉からバーラメラ、スキップパスから柏倉のコーナースリー、選手ここで一つくれましたね。ショットブロック残り5秒、バーレル立ち上がって体を翻しながらのジャパン。いやー、レル選手ここは難しいターンアラドフェイドウェイにつながったんですが、体の緊張が途切れてこういったつっている、まあ、体の、その筋肉が反応しているかもしれませんね。